こんにちは。で今日は、再び歌口のお話で、以前は、歌口の前歯を削ったということで、今度は、唇の当たる下歯を削ったというお話で、それが吹き方にも結びついてくるというお話です。で、今日はこんにちは。今日は同じものを3つ揃えましたけれども、これを少しずつ削り分けていきました。というのはこれですね。以前はこの分で、ここを削ったというお話でしたが、拡大すればここですね。ここを研ぎ出しナイフ、何かの、切れるナイフでここをこう縦に削ぐように削ったと、ペーパーじゃなくて、ナイフで削ったというお話でしたけれども、今日はここですね、今度下唇がこっぽりと収まるように、下唇のこの下の R に伴ってここを、要はこれだけの厚みがあるんですね。その厚みをここを薄くしたと、これをほとんど削ったと、ここをね、というお話でこういうことになりましたね。で、これを下唇を当てますと、こうね、下唇がここの今、これがこうなったところね。うん。で、こうですね。要はこうなったところね、この丸い分が見えてるところがこの丸いのを拡大しましたね。でここに、くぼみに、下唇を持ってきたということね。要はこのくぼみに、下唇を乗っけたということで、乗っけて、これ自体でちょっと持ち上げたと。ちょっと持ち上げたら前へグッとこう出てきたというところに上唇を引いて、つぶったという、つぶって真ん中の細く上げたところから下唇をこう飛び越えたような、沿ってこう飛び越えて落ち込むと、一部外にこう出ますけれどもね、こっち側にスッとこう出ますけれども、この中にほとんどがこうこれを回り込んで、下唇をこう膨れ回り込んではめるという吹き方で、したけれどもね、縦の分はこうなんですけれどもね、やはり下唇を飛び越えて、下唇を飛び越えて、回り込んで一部外に出ると、ほとんどが中に入るという、これ縦の吹き方と全く同じなんです。で横にもこういう具合にこれを下唇を飛び越えて出っ張ってるんですね。下唇が前へ出てると、上唇が引いてるというところで、軽くそっとこう、ふーっとこう透け口でふーっと上に吹くような感じで吹いたらさーっと下がると、こう、ね、そういうふうな吹き方で吹くということで、こいつをこうですかね、こう向いてるからここをぐっと掘り込んだと、ここの、この落ち込みの分だけぐっと落ち込んで、こちらから見るとここの厚みがもうほとんどないということでね、ここね、ここで、そのように吹いたらこう、
横向きの下に吹くと、横向きを唇の当たる下を大幅に削ったというお話で、すこぶる良くなったというお話で、下、この歌口自体もぐっとここの下唇を持ち上げたら、あ、こういう風な格好になったというお話で、よく、よりよく音が出るというお話でした。どうぞハイブリッド、ハイブリッドコラボ、コラボですね、いやコラボですね、 16KS、このように吹いて、はい、よくなります。よろしく。はい、おしまいでした。以上です。